はい、アッシュランドレザー正規販売店の泉と申します。普段は今映っている革小物をオンライン上で販売しております。今回は、仕入れたものをいろいろ紹介していこうかと思います。結構、あるので頑張っていこうと思います。で、今回は、まず、この辺がワールドサンズさんの商品ですね。で、この辺がガンゾーさんで、この辺、これがアッシュランドレザーです。これ中古品、アッシュランドレザー。あ、中古新品両方ありますので。で、これが、324さんだったかな。ちょっと初めて、取り扱う商品ですね。で、すごく、ワールドサンズさんもガンゾーさんも、アッシュランドレザー、アッシュランドレザーは、ちょっと、他のやつよりはちょっと製造スキルを取るんですけど、324さんも製造スキルが高くて、革の質が良くて、製造スキルも高くて、堅牢さがありますね。で、長期的にどれも長期的に使うことができますね。シェルコード盤だったり、普通のコード盤だったり、サドルだったり、フルグレンブレードレーザーだったり、いろいろありますね。革とかの説明は一つずつ紹介しこうかと思います。かぶったらそれ省きますね。まずはワールドサンズさんのタングですね。もちろんその全て新古物も中古もありますので、定価量は安く販売しますので、ご興味がありましたら各サイトに掲載しておりますので、ご覧いただければありがたいですね。定価じゃない、私の希望金額もそこに載っておりますので、ご検討いただけたらと思います。値下げ交渉も兼ねておりますので、ご遠慮なくコメントいただければと思います。たくさんありますんでね、時間かかっちゃいますかも。時間かかっちゃうかもしれないですね。まずタングですね。これ別注品ですね。内装がサドルのブラックを使ってて、外装が片押しサドルプルアップを使ってますね。若干ここら辺にシワが目立つのがちょっと残念ではありますね。普通に使う分には問題ないと思いますね。で、サドルは特徴としては堅牢で、艶が出てきて、耐久性高くて、程よく柔らかみのある、いい革ですね。ちょっと独特な香りも好きなんですよね。で、もともとバグとして使用されていたので、高い耐久性を誇ると言われておりますね。いい革です。今も結構ツヤが出てきてますね。やっぱりその美しくてツヤが出てきて、すごく油乗ってますので、細かい傷も目立ちにくくなっていくっていう特徴がありますね。で、これ中古品ですね。そんなに状態悪くないですよね。とは言っても若干使用感があるのが否めない。これ別注品でも限定品なので、すごく貴重だと思いますね。片押しサドルも結構すごい使用感いいですよね。これ張りがあって、すごくいい感じに仕上がってます。小銭入れ内部見れますかね。ちょっと見えないかもしれないですね。これは画像を各サイトに掲載しておりますので、そこをご覧いただければと思います。ヤフオクに掲載してるかな。これは確か結構鮮明な画像がありますので、よろしければご検討いただければと思います。どんどんいきますね。で、次がまずワールドサンズさんの製品からいきますか。次がフルグレインブライドルレザーの KF03 っていう商品ですね。 KF03 はフルグレインブライドルレザーはブライドレザーの一種で、普通のブライドレザーは耐久力が高いですね。6ヶ月以上油に浸して作られていると言われてますね。で、表面のこれ銀面って言うんですけど、ここを削らずに油に、つけて作られてますんで、耐久力すごく高いですね。特徴的なのはこのローと、艶と、堅牢さと耐久性ですかね。これ状態いいですね、KF03 は。パームよりは実用性高いかなと思いますね。結構札もすんなり貼りますしね。これ未使用じゃなくて、未使用に近いと私は知ってますね。ヤフオクとかに詳しい画像載ってますね。カーサの薄いバージョンみたいな、ちょっと昔からある
感じなんですけど、コラボしたやつなんですけど、まあ、カーサのここが、手前に、なんていうんですかね、蛇腹がなくて、町が、蛇腹って町がなくて、ここにカードがちょっと入れにくいバージョンで言ったらいいんですかね、難しいですけど、薄めっていうんですかね、カーサよりも薄めですね、作りとしては。ケイフゼロさんですね、コバはこんな感じで。まあ、使用感ゼロじゃないですからね。まあ、ミッションに近いとさせていただきます。結構、ローも残ってますんで、状態はかなりいいと思いますね。確か4万3千ぐらい出品してたかな。4万ぐらいで売りたいなと思ってますね。で、ちょっと小銭入れの状態見えますかね。あ、見えますね。若干見えますね。まあ、ローも残ってて、まあ、使用感は控えめですね。あ、ここにもカード入れられますんで、実用性高い。コインケースだと思います。ちょっとどんどん、ちょっと見えないですね。どんどんいきますね。ご検討いただければと思います。で次はパームオブイツ。パームオブイツ。パームオブイツの内装がイングリッシュブライドルレザーで、外装がシェリコドバンですね。シェリコドバンの特徴は、まあ、艶があって、まあ、ツーツーですよ、表面ですね。で、耐久性高くて、まあ、剣道様って、高い、高級な、革ですね。で、油が含まれてますんで目立ちにくくなってきますね。傷とか、まあ、汚れはちょっとどうかな、まあ、ツヤツヤになってきますね。で、内装のイングリッシュブライドルレザーはマットなブライドルレザーって言われてますね。ローが最初からなくて腰が残る、ブライドルレザーですね。で、若干最初から柔らかみがあるのが特徴ですね。まあ、これもいい革ですね。パームの V2 はパームの改良型ですね。前からちょっと問題されていた、札が、まあ、すんなり入るのが特徴的ですね。あとは、普通のパームと変わらないですけど、ここの裏張りが、ここまでしっかり裏張りされているのが特徴ですね。革がちゃんと張ってあるってことですね。だいたいここが小場じゃないわ、裏面が見えてるんですけど、それがなくなって、革が張ってあって、まあ、材料費がより増えますので、まあ、高級感があるって言いますかね。しっかりと、細部まで革が張ってあって、まあ、消費者としては嬉しいですよね。あと、パームと変わらないですよね。まあ、裏張りされてることと、札がすんなり入ることぐらいですね。変わった面は。あとは変わらないですよね。特徴じゃない。構造的に。で、まあ、他の動画にも載ってるんですけど、パームとカーサと V2 の比較、っていうのがあるんですけど、それでちょっと詳しく話してるんですけど、10万以上の1万円札もすんなり入るんですね。ちょっと今からやってみますね。こんな感じですんなり、前のパームリはすんなり入りますね。こんな感じですね。まあ、これもまだ販売してますんで、ご検討いただければと思います。これは3万8千ぐらいがありがたいですね。ちゃんとホックも閉まりますね。で、使用感も少なめですね。こんな感じで小刃も綺麗ですし、ちょっと見えますかね。小刃も綺麗ですし。小銭ライブちょっと見えないと思いますので、これはちょっと画像がありますんで、確かヤフオクだったかな。ヤフオクに掲載しておりますので、そっちを見ていただけたらありがたいですね。あ、付属品も全部揃ってますね。ちょっとこれだけは、付属品はこれしかない。付属品なくて、本体だけですね。次、ガンゾーいきますか。ガンゾー。ガンゾーも、付属品がありますね。最近買った、最近じゃないですか、1年ぐらい前ですね、購入は。で、ガンゾーさんも日本代表する革製品メーカーで、万人受けするデザインが特徴的ですよね。あとは、定番をしっかり販売する、まあ、サイトですね。で、革の質もいいですし、私も大好きなブランドさんですね。本当に使いやすいんですよね。万人受けするデザインですし、耐久性も高くて、製造スキルも高い、素晴らしいブランドさんですね。で、これは、シェリコドバン2の小銭入れ、付きの2つ折り財布ですね。で、内装、外装もすべて、まあ、シェリコドバンですね。ちょっと、埃がやっぱつきやすいですね。まあ、状態はそんな悪くはないですよね。ただ、使用感ゼロじゃなくて、未使用ではなくて、まあ、目立つ傷なしとか、そういう感じだと思いますね。
これは、まだ撮影してなかったと思いますね。ちょっとまだ5時撮影して出品したいと思いますね。最近、梅雨に入ったっていうのもあって、あんまり綺麗に撮れなくて、ちょっと悩んでるんですよね。写真映え、撮影映えって言いますね。映えない写真ばっか撮りますんで、これまだ撮影してないですね。まあ、これまだ出品してないんですけど、まあ、DM とかいただければ、個別で対応いたしますね。こんな感じですね。細部ってか、写しますと。この小判のバーガンディ美しいですよね。これとシェリコード版のブラックのコントラストって言いますかね。相乗効果すごく美しいですよね。小判はこんな感じですね。ちょっと若干、剥げてはない。ちょっとやっぱ塩感ありますね。こんな感じですね。見えますかね。で、外装はこんな感じですね。まあ、状態悪くないですね。そんなに悪くない。で、小銭入れ内部が、このちょっと見えないですかね。DM いただければもうちょっと詳しい写真を撮ろうと思いますね。そんな汚れてないですね。ちょっと、日陰なんで、日陰っていうか、光が当たりにくい部分なんで、どうしても、暗くなってしまいますね。埃がすごくつくんですよね、処理言葉。これ残念ですよね。こんな感じですね。撮影量もしようかないですね、あんまり。これがですね。これもいい財布ですね。定価7万8400円ぐらいだと思いますね。ちょっとこれ値段は、すぐには答えできないですね。で次いきますか、次。もう一個ありますね。もう一個。これは未使用に近いにしてますね。これは出品してますね、もう。若干ちょっとこの辺傷がありますね。で確か青サビがどっかついてた気がします。ここですね。ここはちょっと青サビがついてますね。気にならない方がご購入いただければと思いますね。もちろん定価量も安くしません、ね。多分6万ぐらいでヤフオクに出品してたと思いますね。もうちょっと値下げを受けたまりますので、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。これ未使用なんですけど、ちょっと、他の新品未使用と比べると若干こういう傷とか目立ちますよって訳あり商品みたいな感じですね。これも外装内装シェリコード版ブラックを使ってますね。ツヤが美しいですね。個体差がありますので、さっきのやつと比べると、銅バンドリーなんですけども、若干ツヤの出方が違いますよね。まあ、ここも結構面白いですけど、ちょっとデメリットでもありますよね。均一化しない。まあ、そこが機械的でなくて、面白いですよね。いいところだと思います。もちろん未使用なんで、特に汚れとかもないですね。これは多分小銭入れ内部はヤフオクに詳しい写真載ってますのでそこをご覧いただければと思います。未使用ですね。ちょっと若干青さが気になりますね。ここも多分ガンゾーさんに依頼すれば取り替えていただけると、取り替えてもらえると思いますね。確かあとここがなんかちょっとなってた気がしますね。ここはちょっとザラザラ感があるシルコドマン使われてますね。気になる方がいれば他の商品をご検討いただければと思います。これもいい財布ですね。小刃はこんな感じですね。見えますかね。やばいですね。暗くなってきましたね。どんどんいきますか。次が、どれいきますかね。シェリコード版つながり、これいきますか。これはシェリコード版の、札入れですね。間違いないバージョンですね。蛇腹がなくて、本当にコンパクトでスリムなのが特徴ですね。でこれが、まあ、9万9000だったかな。9万7000だったかな。ちょっと待ってましたけど、9万7000ぐらいはしたと思いますね。というか、これは未使用ですね。それからはブラックを使われてますね。内装外装してるからはブラックを使われてます。贅沢な商品ですね。これも状態いいですよね。これは確か当たりがついてるぐらいで、ほとんど新品未使用と変わらないですね。若干こういうとこに、やっぱり当たりがつくんですよね。それぐらいですかね。この辺も若干、よく見ないと分かんないぐらいの当たりがついているぐらいですね。状態いいですね。これもヤフオクに出品しておりますので、ご覧いただければと思います。気になる方がいらっしゃいましたら。小判も良いですし、まあ、ハゲとかないですし、すごくいい商品だと思いますね。ただギャランティーがついてないですね、これは。確か。付属品はここにありますけど。これついてますね。さっきのやつはついてないですね。な感じですね。設置も綺麗ですね。美しい。このツヤ感、すごくいいですね。処理言葉。
くわか。はい、どんどんいきますか。よいしょ。次、マネークリップいきますか。ガンゾーのマネークリップ。48,000円だな、定価。もっと安く私は販売しますので、ご検討いただけたらと思います。これも内装、外装、ミシェル・コルマン使ってて、まあ、こういうところは牛革使ってますね。黄色い牛革ですね。ぬめ柄だったかな。これちょっと紙がついてますけど、これはちょっと当たりよけですね。金のグリップがついてますね。こんな感じで。マネークリップ。これも販売します。ヤフオクで販売してたかな。希望としては4万から3万8千ぐらいを、まあ、希望しますね。状態です。ちょっとここら辺に跡がついてるぐらいですね。未使用新品ですね。コバはこんな感じですね。ヤフオクに出品しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。次、何いきますかね。アシュランドレザー。あ、ガンゾーもらった。ガンゾーのコード版、次は、さっきはシェルコード版で、次は、国産のコード版を紹介していきますか。コード版ルッチだ。長財布のヘーゼルですね、これ。小銭入れ付きのヘーゼル。これはもう廃盤になってますね。ガンゾーのオンラインストアではまだ商品ありますけど、クリックすると、なんだっけ、ページがありませんって出てきますね。廃盤になった、もしくはなりつつある、珍しい商品ですね。これすごいですよね。内装、外装、これも、国産コード版が使われてますね。シェルコード版との違いは、経年変化と、最初からの、ツヤ感とか、あと、傷がつきやすいかどうか、と、値段ですね。値段はこっちの方が安いですね。シェルコード版は、法院が作ってますけど、あとメーカーが違いとかありますけど、多分高いんですよね、シェルコード版は。国産のコード版は、高いんですけど、シェルコード版ほどではないですね。あと、ツヤがちょっと最初からツヤツヤ、よりなんか、なんていうんですか、サドルのようなギラギラしたツヤ感があるのが特徴ですね。シェルコード版はどっちかというと、ぬめりのある感じのツヤなんですよね。それ特徴的な違いですね。で、陶器のような感じになっていくと言われてますね。本当に。違いこんな感じですね。じゃあ、これ定価9万9000円だったと思いますね。ヘーゼル美しい色ですよね。あと色が国産コード版の方がしっかりしてますね。しっかりなんか色が入ってる。見やすい色だと思いますね。ぬめりのある、色って言われてます。ぬめりのあるツヤとか、黒でも銀色っぽいのがシェルコード版ですよね。これも好みの問題ですね。国産コード版もいい革ですね。張りがあってしっかりしてますね。若干、これも中古なんで、こういうところとか、こういうところに、使用感がありますけど、状態はとてもいいですね。これもヤフオクで出品してますね。5万5千円ぐらいで私は、販売したいなって考えてますので、希望の方がいれば、コメント欄にご購入いただくか、で再交渉する場合は、ご購入いただくか、落札していただければありがたいですね。ここは、小銭内部もそんなにしようかないですね。ちょっと暗いので、より、鮮明な写真は、ヤフオクに、掲載してある画像を参考いただければと思います。ちょっとこれは中古なんで、撮影いきますか。未使用新品だとさすがに入れないですけど、10万もすんなり入りますね。こんな感じで。もっと奥まで入りますね。結構コンパクトなんですよね、この財布自体が。すんなり入ります。いい感じに入りますね。コンパクトで、普通の長財布は結構スリムで薄く作られてますね。コバも状態良くて、剥がれない、ペロッと剥がれないような、処理してますね。ペロッと剥がれてくると、かっこ悪いんで、剥がれにくいような処理がなされてます。なされてまして、これはいいですよね。いいコバの処理だと思います。本当に頑丈さんは製造スキル高くてすごいなと思います。次いきますか。次、頑丈さんのラウンド型ファスナー、これも新品じゃないですね。状態は未使用に近いにしてますね。これもヤフオク、これはヤフオクメルカリラクマに出品してますね。
まあ、4万8000ぐらいで考えておりますね。国産コードバンのダークブラウンで、そこに傷があるぐらいですね。内装がヌメ革ですね。定価6万3000円ぐらいだったかな。状態いいですね、すごく。規定も良くて、開閉もスムーズですね。ちょっとここに傷があるのが、ちょっと良くない部分ですけど、ここ、国産、ここでまあこういうあのピントがないのが問題ですね。ここにちょっと傷があるのをご承知お聞きいただければと思います。他の部分はすごく状態いいですよね。他は特に問題なくこれがついてますけど、傷とかないですね。こんな感じでコバはこんな感じ で内装を見ていきますか。開閉もすごくスムーズですね。こんな感じでスムーズ、こんな感じですね。特に汚れてる部分もないんですね。まあ、小銭入れない部分は若干汚れていたと思いますね。まあ、これもちょっと見にくいですね。詳しい画像は、ラクマやフォークメルカリをご覧いただければと思います。こんな感じですね。使いやすい大人気の商品ですね、これ。やっぱり、ランド型のファスナーって人気なんですよね。しかもガンゾーさんなんで、製造スキルも高くて使いやすくて、革もしっかりしてて、質もいいですからね。で、これ付属品が、ギャランティーもあったと思いますね。袋を発行、ギャランティースポンジとかありますね。これも多分いい商品だと思いますね。状態が良くて。ご検討いただければと思います。あとは、アッシュランドレザーかな。アッシュランドレザーと324さんの商品ですね。コインケースですね。ウイスキーとマーブルシガーを使ってますね。これマーブルシガー。マーブルシガーはすごく珍しい。ウイスキーも珍しいですけど、マーブルシガーは特に珍しい。シガー のマーブルですね。マーブル最近、シェリコードバンを作ってる、ホーインが販売した革ですね。まあ、ブラック、ブラウン、焦げ茶みたいな、色とりどりですね。まあ、シェリコードバンの色ムラ、そこデメリットって言われてるんですけど、それをあえてメリットにした感じのすごくいいアイデアですね。でウイスキーは褐色で、最近バーボンっていう色が販売します。ウイスキーを取り扱えるメーカーっていうのは珍しくて、ココマイスターさんとオールデンとクロケットジョンだったかなと、アシュランドレザーぐらいですね。希少なカラーを使っているコインケースですね。でスタンプも入ってるんですね。このスタンプが革、1枚に対して1つしか付いてないんで、すごく希少ですね。この使用感ありますね。まあ、1万5000円ぐらいかな。1万5000円ぐらいを考えておりますね。まあ、これもまだ撮影してないんで、DM くれれば、詳しい画像を撮影して、詳しい画像を送付しますね。お渡しいたします。小判は特に問題ないですし、状態は良いですね。若干この辺に使用感があるのぐらいですね。こんな感じでジャンパーホックを使ってますね。私はアシュランドレザーの代理店なので、まあ、こういうホックとかの交換も承りますし、縫製もちぎれたら承りますね。革の交換はちょっと有料になってしまいますね。多分縫製とホックだったら無料で、まあ、送料ぐらいですかね。送料代ぐらい出していただければと思いますね。まあ、修理をご希望の方はご連絡いただければと思います。まあ、基本的に送料ぐらいだと思っていただければと思います。もう美しいですね。1万5000円ぐらい考えてますね。あとは最後だと、スイーツ。これ最近というか初めて私は取り扱うんですけど、びっくりしましたね。すごく使いやすいんですよね。まずこの引き手がすごくいいですね。この引き手がすごく特徴的で美しいですね。すごく持ちやすいんですよね、すごく。で、なんかこだわってます。細かいところまでこだわっていて、ライオンのマークもついてて。僕、開閉もすごくスムーズで、これすごいびっくりしました。こんなにいい財布だと思わなかったですね。使いやすくて、開閉も、
円滑で良くて、革の質も良くて、薄くてコンパクトですごくいいですよね。しかもこの方位のスタンプを使ってて、これ希少なんですよね。革1枚に対してこのスタンプとこのスタンプとあとロットの数字のスタンプが2つあるんですけど、その4つしかないんですよね、革1枚に対して。それをこの財布に使えるっていうのは珍しいですね。やっぱり適当にホイの社員が打つので、授業員が打つので、位置は決まってないですね。バラバラだったらまたまとまって財布にできないですからね。切り取って財布に使えないですから、すごく希少ですね。で、内装見ていきます。これもすごく開閉がスムーズなんです。これ未使用ですね。まだ出品してないですね。で、すごく何ていうんですか、開きやすいですし、パカッて開いて、すごく取り出しやすいんですよね。すごく薄くてコンパクト。すごく革を薄くしていると思いますね。これも製造スキルがないと、こうやって薄くできないですし、それを縫合して、貼り付けて、ここまで完成度の高い財布にすることはできないので、すごく技術力高い、メーカーさんだと思います。で、内装ブライドルレザーですね。これおしゃれですよね、この紫っぽい、バーカンディっぽい色。バーカンディですね。ローがついてるので、これミッションの証拠ですね。で、ここの縦にカードを入れることができますね。で、札もこうやってスムーズに入れれますし、L 字型のファスナーをコインに入れるですね。すごくいい財布ですね、本当に。こんなにいいとは思わなかったですね。初めて扱いました。これちょっと何が分かんないんですけど、ちゃんとこういうところにも、革が張ってますね。こんな感じですね。軽くて本当に入れやすくて、開きやすい。結構薄めなんですよね。分厚い感じではないですけど、でも革は張りがあって、剣道さんの特徴であるシェリコード板とブライドレザー使われてますね。こんな感じですね。いい財布、すごくいい財布だと思います。で、小刃もすごく丁寧に使われてますね。ペロッて剥がれるタイプじゃなくて、塗ってちょっと磨いて、こう薄く塗って終わりみたいな、リスみたいなのが薄く塗られてますね。非常に素晴らしい処理技術だと思います。こんな感じですね。美しい財布ですね、ホールのスタンプ。あ、最近それバーボン買ったんですよね。バーボンもここに載せればよかったですね。シェリコードバンバー、これ見て思い出しました。これはまだ出品してないですけど、10万ぐらいを考えてますね。ご希望の方がいらっしゃいましたら、まだこれ出品してないので、コメントや、メールアドレスに直接メールいただければと思います。詳しい写真欲しい方がいらっしゃいましたら、どういう写真が欲しいか言っていただければ、それを撮影して掲載いたします。ヤスリ24さん、すごくいい財布作りますね。引き手がこれすごく持ちやすくて、ずっと持っていたくなるぐらいいい感じです。これリバースのシェリコード板使ってますね。この感じだとダックバーカンティの裏側か、ナンバー2の裏側か、バーボンの裏側ですね。この色だとマットな感じなんですね。ベージュですね。これも経年化するとダークな感じに仕上がっていきますね。まあ、黒みが増すって言いますかね。で、ツヤがどんどん、これも、どんどん出てきますね、ツヤが。あえてこの裏側を使うっていうのが面白い発想ですよね。で、シェリコード板の裏側っていうのは、ゴワゴワしないんですよね。ツルツル、サラサラしてて、触り心地がすごくいいですね。これもいい財布なんで、ご検討いただければと思います。以上ですね。あとは、ここマイスターさんのカバンがあるんですけど、ちょっと場所的に紹介できないですね。できますかね、これ。ここマイスターさんのカバン。これ、手がいくらだったかな。6万じゃないですね。6万だったかな。6万5千ぐらいしたと思いますね。確か定価。もう中古なんで、簡単に説明して終わりますか。ちょっと場所的にないんですよね。これはまだ出品してないですね。ショルダーバッグですね。
マットーネっていうミネルバボックスだったかな、名前。まあ、シワがあって、ツヤが出てて、経年化しやすい革ですね、これ。よいしょ。ちょっとここら辺がちょっと、使用感があるのがちょっと残念ですね。あったかな。ここら辺も確か、こういうところが使用感ありますね。で、中はそんなに汚くないですね。こんな感じですね。そんなに汚れてないですね。丁寧に使っていましたね、前使ってた方が。まあ、これもありますので、ご検討いただければと思います。定価確か、6万5千円だったかな、定価。まあ、3万か2万、3万ぐらいを希望しますね。2万5千ぐらいまで下げしようかなと考えてますね。これ、側面ですね。ちょっと疲れてきましたね。まあ、すごくビターだ、チョコだったな、名前。いいツヤが出てきてますね。このミルボックスもいい革ですよね。イタリアンレザーで、ツヤがすごく出やすくて、経年化しやすい革ですね。こんな感じですね。まだ出品してないのもありますけど、だいたい出品しておりますので、各サイトをご覧いただければと思いますね。ヤフオクとかメルカリとかベースとか、そういったところで販売しておりますので、ぜひ、ご検討いただけたら私もありがたいと思いますね。で、値下げ交渉も行っておりますので、各サイトのコメント欄にご入力いただいて、売り上げがつけばその金額で落札いただければと、いただけます。で、まあ、コメント欄とかにも、値下げ交渉以外のことでも大丈夫なので、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。いやいや、もちろん YouTube とかのコメント欄にも、なんか希望があれば、書いていただければ、その日のうちになるべく返したいと思います。以上ですね。